こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、今日は埼玉県立蕨高等学校について解説していくぞ。埼玉県立蕨高等学校は、その名の通り埼玉県の蕨市に位置している高等学校だな。JR 蕨駅西口より徒歩約18分、JR 南浦和駅より徒歩約20分、JR 北戸田駅より徒歩約20分とどの駅からもなかなか遠いところに位置しているんだ。蕨高校の偏差値は66程度と埼玉県ではトップクラスの偏差値を誇る進学校だ。バトン部とダンス部がかなり強豪のようだが、それ以外にも1年生はほぼ全員の生徒が部活に所属するなど文部両道の高校のようだぞ。今回はそんな蕨高校にまつわるエピソードの中から4つに絞って解説していくから、ぜひ楽しんでいってくれよな。それでは早速、ゆっくりしていってね。蕨高校では体育祭はなく運動会になっているんだ。で、この運動会はただの記録会のようなもので、基本的に走る系のイベントをひたすらやるだけでめちゃくちゃしんどいらしい。しかも行進の練習を運動会の準備のタイミングではずっとやらされており、クラスの種目の練習は全くしないので、団結力が上がって盛り上がることもないという修羅のイベントなようだぞ。なるほど、まあそれは大変だな。そして1年次は臨海学校があるので、それまでの体育の時間はひたすら泳がされて、それが終わると競歩大会が秋にはあるので、ひたすら体育の時間はわしらされるらしい。お、なんかどこかの高校でも聞いたことがある気がするな。ちなみに臨海学校はめちゃくちゃ厳しく、結構怒られるらしい。共学の臨海学校はってほとんど聞いたことがないから、すごい羨ましい気がするけど、怒られまくるってことだとそんなに楽しめなさそうだな。ああ、はっちゃける生徒はほとんどいないらしいぞ。また、蕨高校の授業は65分なので、体育の時間も結構長く走ったり泳いだりさせられる。なるほど、授業が長いとそういうデメリットがあるんだな。蕨高校は廊下が外側にあるタイプの珍しい作りになっているんだ。だから授業と授業の間で教室を移動しようとするときには、生徒は一旦外に出ることになる。そのため新入生は迷子になってしまって授業に遅刻することはざら。もっと大変なのが授業参観できた保護者たちだな。保護者たちは一度入ると出れなくなってしまって、住む人が一定数いるとか。雨の日は大変そうだな。ああ、ただ一応濡れないようになっているようだから、そこは安心して良さそうだぞ。逃走中とかの舞台に使われたら結構楽しそうだよな。確かに、ぜひ蕨高校出身のヤウチューバーとかにやってほしいものだな。これは本当か？と思った部分はあるんだが、蕨高校は冒頭でも紹介した通り、駅から結構遠いところにある。バスでも行くことはできるのだが、大部分の生徒は歩いて通学しているんだ。それなので3年間それを続けると足太くなる生徒が多いんだとか。往復で40分歩いていたらだいぶ痩せそうだよな。ああ。ただ遅刻ギリギリで走ってくる生徒が多いので、足が太くなりがちみたいだぞ。まあ健康的ということだね。蕨高校の生徒は蕨という文字を入力するのが多すぎて、笑と入れると笑いではなくて蕨が出てしまうようだ。だから5タイプが続出するらしいぞ。そして蕨って一般的には結構難しい漢字だと思うんだが、これがしっかり書けるようになるらしい。なるほど。別に全然羨ましくはないけど、あるあるっぽくて好きだぞ。それではまとめに移ります。その1、体育関連の行事も授業も結構厳しい。共学だと結構体育関連の行事は緩いのかなと思っていたけど、そういうわけでもないんだね。その2、廊下はベランダ。廊下がベランダにあるのはめちゃくちゃ珍しいよな。その3、駅から徒歩20分あるから、みんな足太い。これはバスで通えばいいじゃんって思うけどな。その4、笑いを入力しようとすると蕨が出てきがち、蕨の漢字が書けるようになる。蕨の字なんて人生で一回も書いたことがない気がするぞ。ということで、今回は蕨高校について4つのポイントを紹介してきたけど、どうだったかな？他にもこんなエピソードがあるよとか、この高校も取り上げてとかがあればコメント欄に書いてね。これからもいろんな学校のあるあるエピソードを紹介していくから楽しみにしていてね。それでは、ご視聴ありがとうございました。